こんにちは、漫画家の斉藤凛です。こんにちは、ポップバイオリニストの敷町瑞希です。はい、敷町瑞希くんをモデルにした水晶の響きという漫画を描いています。8月の12日に3巻が発売になります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで本当に、まあね、漫画の中でもね、いろんな、その僕がそれこそ今まで体験してきたこともね、すごく忠実に描かれてくださっているだけではなくて、はい、こうオリジナルストーリーゆえのこう僕が体験したことないような出来事だったり、はいはいはい、しかもですよ、ね、登場人物も皆さんすごくユニークで、で可愛らしい女の子も出てきたりとか、ものすごく素敵なオリジナルキャラ、はい、物語、僕もね読んでてねワクワクしてるんですよね、はい、3巻楽しみですよ。 ありがとうございます。瑞希くんは、実はこう見えて脳性麻痺という障害を小さい頃から感じていまして、はい、小さい頃から闘病していて、いろいろ辛いことがあったりとか、ね、体の部分でもね、いろんなことで苦労してきて、努力してきて、それで、で、2年前ぐらいだったっけ、そうですね、プロのバイオリニストとしてデビューしたんですけど、はい、障害を抱えながら、そのバイオリニストとして、頑張っていく姿を漫画で描きたいなと思って、いや本当に嬉しいですよね。こう第1巻こう第2巻とね続いて、こう僕もずっと読ませていただいて、はい、やっぱりその家族にこう支えられている、はい、雰囲気もね、すごく第1巻をねお読みになった方はねお分かりになると思うんですけども、またね第1巻もいいんですけど、また第2巻でね、ちょっと僕も実際の僕もね、小学校でねちょっといじめを受けたりとか、はい、いろいろあったんですけど、その波乱も ね障害があるためにね、やっぱり通常学級で溶け込めないというかね、いろいろあって、でもね、素敵な仲間に囲まれたりとかね、はい、素敵な方と出会っていたり、あと僕のね、先生とね、はい、出会っていったり、でもね、第2巻ではやっぱちょっと、いじめを受けたことでね、うん、ものすごく僕がこう内向的になっていくっていうのもすごい忠実にね、描いてくださって、はい、これはこのね、第3巻ってこうどうなっていくかっていうかね、こうね、そうですね、はいはい、あんまり言うと値段割れになっちゃいますけど、はい、第3巻ではね、こうどうなっていく、はい、展望はありますか。水晶の響きは、はい、敷町瑞希くんの一応生い立ちというか今までの経験を書いているんですけども、一応ドキュメンタリーではなくフィクションとして書いているので、ね、新しい実在しないキャラクターが出てきたり、新しい実際とは違う展開とかが出てるんですけど、はい、その点でも瑞希くんにも楽しんでもらえたら、ね、毎回楽しんでますよ別の意味でねっていうと思うんですけども、小学生だった小学生でいじめられながら、でも音楽を通して友達ができた瑞希くんが、ちょっとしたすれ違いで一人ぼっちになったという2巻だったんですが、そこから3巻になって中学生に成長した瑞希くんがどのようにそれからねバイオリンを、ある意味武器として、でもだから戦うための武器って感じでしたもんね。そうですね、なんか戦うっていう感じになっちゃって、第2巻の最後がだってどういうふうに変化していくかなっていうのが第3巻で、やっぱりそのこの作品もう本当にこう僕からもこうちょっと一言思っちゃうんですけど、どういうふうにその主人公がねなってほしいかなっていった時に、第3巻もちろん第4巻といった時に、はいはい、やっぱりね僕たち演奏家はそうなんですけど、はい、やっぱりねお客様がいてその目の前でね演奏させていただくことが至上の喜びなんですよ、うん、でもねその敷町少年は第2巻でちょっとそこを忘れていくっていう感じがし、僕自身の中でまさに僕の、はいはいはい、そこを忠実にね再現してくださって、ね、嬉しいんですけど、やっぱ一番演奏家として肝心なところを僕も忘れた経験があるんですね、うん、でも第3巻から少しずつやっぱりね僕もそこを思い出すのすごい大変だったんですけどね。があって演奏して、はい、ね、聞かせてあげたいと楽しみます。そういったその演奏家としての大切なことをね、敷町少年に思い出してほしいなっていうのが僕の一言のメッセージです。はい、ですね、はい、水晶の響き、ね、第3巻発売されます。この絵と同じ表紙のコミックスになっております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、